はい。皆さん、こんにちは。葉月光栄です。葉月光栄のスイの推チャンネルということで、今日もよろしくお願いします。もう、あっという間にね、1月も終わりですね。あと、今日含めて3日ということになりました。えー、今週の木曜日からは、新しい月、2月が始まるということになります。 まあ2月の話はね、2月のマンスリーメッセージで、えー、また木曜日にですね、しっかりお話しさせていただきたいと思うんですけども、えー、今年全体の2024年の大きな流れを考えたときにですね、えー、この2月というのは非常に大事なポイントで、えー、2月から、まあ、2020年の2月っていうのは、まあ、1、えー、発展、スタートの月に当たってるわけですけども、ここから、まあ、本格的に2024年が始まると。 まあ今はですね、2024年、この読みの上では2024年なんですけど、そういう意味で言えばですね、2023年の12月ももう2024年だったんですよ。だからこの2024年、えー、っていうのは、この12月1月のこの2ヶ月間っていうのは、まあいわゆる準備期間であり、まあ移行期間というふうに考えていただくといいんじゃないかなと思います。実質的には2023年っていうのは11月で終わってるんですね。 で、実質的には2024年っていうのは2月から始まるんです。ということは、この12月と1月のこの2ヶ月間っていうのは、まあ、いわゆるその、うん、調整期間であり、移行期間であり、準備期間であるというふうに考えていただくといいんじゃないかな。 で、それがもういよいよあと3日で終わりですよっていう話ですね。まあ今日も含めてね。そういう大きな流れの中に今私たちはいるんだということですね。これはぜひ覚えておいていただくと、まあ運気の流れに本当に乗りやすくなりますのでですね。ここはやっぱりこの1月と2月の大きな切り替わり、そして2月の中で言えばですね、やっぱり節分っていうのはすごく大きいので、このまあ今週いっぱいぐらいですよね。 今週いっぱいから来週にかけては、これはまた波動が全然違うぞということをですね、理解しておいていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。ということで、まあ1月最後の週なんですけども、まあ1月は終わりの始まりということで、まあ1月を振り返ってみるとね、いろんなことがありました。あの、社会的にいろんなこともありましたけど、多分皆さん個人的にもですね、なんかこう、終わりの始まりを感じさせるような出来事はきっとあったんじゃないかなというふうに思います。 で、それはね、決して悪いことではないんですよ。要は、終わりの始まりを感じさせられるようなことが、皆さんの、おまあ、現実に、皆さんの生活に起こるっていうことは、これは運気の波に乗ってるって証拠ですからね。 だからそれをネガティブに捉えないことが大事なんです。いや、もちろんめんどくさいこととか、え、え、そんなんつもりじゃなかったのにとかね。あの、あるかもしれませんけども、それはもちろんそう思っていただいてもいいんですけども、それをあんまりネガティブに捉えすぎない。でもこれってひょっとしたら、私にとってやっぱり大切なことやるべきことこの方向で行くんだっていうこと、そこから逃げないっていうことなんだなとか、いうふうに、 ポジティブに、プラスで捉えていただいた方が、より波に乗りやすい。まあ、要は古い時代を今終わらせるために、私にとってですよ、私たちにとって、えー、古い時代、古い豊かさ、古いお金を終わらすために、今こういうことが起きてるんだな、というふうに理解していただくと、まあいいんじゃないかな、というふうに思います。で、まあ、最後の週はですね、お金に関する不要な習慣、無駄な出費を手放しましょうということなんですね。 えー、波乗りメッセージなんですけども、えー、お金に関する習慣を見直しましょう。支払いは現金に限るとか、ポイントの貯まるカードしか使わないとか、あるいはポイントカードがあるお金、えー、お店でしか買い物しないとか、とか、とかね。人それぞれにお金にまつわるルールや習慣があるでしょう。しかしそれはそんなに大事なことでしょうか。そうしなければならない理由は何ですかえー、お得だから損しないように、 もしそういう理由であれば、その意識こそ問題です。そのお得意識はあなたは本当に豊かにしてくれているでしょうかぜひ考えてみてください。さらに毎月支払っているものの中から惰性で続けているもの、手続きが面倒なのでそのまま放置しているようなものはありませんか使わないのにお金だけ支払っているのは明らかに無駄です。これ、要はもうお金のエネルギーは漏れているということですからね。 いいですかそこを手当てしましょう。そこを、まあ、要は元栓締めるのか、あまあ、使うんだったらちゃんと使うっていうふうに修復するっていうかね、えー、そういうことですね。 えー、ほんの少しのお得を得るために時間と労力をかけて出かけるのも無駄なことなのではありませんかこうした小さなことの積み重ねがあなたのお金に対する価値観を作っていくのです。お金は単なるエネルギー。お金をニュートラルなエネルギーとして扱えるようになることが今年お金の激動の波を乗り越えるポイントです。というふうに書かれています。今週の波乗りワンポイントは使っていないサービスを停止しましょうということなんですけども。はい。いかがでしょうかね 皆さんも思い当たるところがあるんじゃないかなと思います。えー、ね、なんで、そのサービス使ってるんですかっていうか、なんでそこにお金払ってるんですかって。で、結局それがほら、引き落としとかになると、もうめんどくさいし、もういい、いい,い,いじゃんみたいな。まあ、まあ、1ヶ月数百円 あれは1000円ぐらいだったらまあいいかっていうふうに思われるかもしれませんけど、それさっきも言ったみたいに、お金が漏れてるということですからね。お金のエネルギーが漏れてたら、その漏れた分だけやっぱりこう循環が悪くなるわけですから、そこはですね、ぜひぜひ、えー、このチャンスにですね、この機会に見直していただければなというふうに思います。ということでですね、今日はですね、まあ1月のまとめ、えー、と同時にですね、まあ、今言ったみたいに、一番最初に言ったみたいに2月から、 新しい、まあヨイル、いわゆる、月が始まって、ここが2024年の実質的なスタートなんですよね。で、この実質的なスタートにあたって、ちょっと久しぶりに、あの、僕の水費、オラクルカードをですね、ちょっと引いてみようかなと。 えー、まあ、2月は2月のマンスリーでね、また2月のお話させていただきますけども、この1月の終わり、えー、さっき言ったみたいに、えー、2023年の12月と2024年の1月っていうのはこれ準備期間、移行期間、えー、調整期間ですから、それがいよいよ終わるわけですね。で、こっからいよいよ2024年が本格的にスタートするという、その20年が本格的にスタートするという、このタイミングで、 えー、まあ、2024年ね、えー、8、充実の,の年、えー、収穫の年、えー、お金のおビッグバンが起きる年、えー、激動の本番になる、そういう年なんですけど、それをちょっと先取りしてですね、まあ、2月からの、まあ、特に節分明けからのですね、えー、2024年、一体どんな年になるのか、私たちの集合意識に。 ね、皆さんの集合意識に、えー、人類の集合意識的に2024年ってどんな年になるのか、何を注意すればいいのか、どういう意識でいればいいのか、みたいなことをですね、このカードにちょっと聞いてみたいと思います。はい。さあ、2 0 2 0年いよいよお激動の本番が始まります。2020年が実質的に始まる2月以降、 さあ、私たちはどんな意識でいればいいのでしょうか私たちにとって一番必要なメッセージを、2024年乗り切るために、運気の波に乗るために一番必要なメッセージを教えてください、カードさん。ダダンダダダンああ。ん最近よく見るな、このカード。じゃんはい。 これね、グリーンだから、ちょっとグリーン抜けちゃってるかもしんないな。ごめんなさい。えー、31継続というカードが出ています。31継続。続けられることはすべて才能というカードですね。31っていうのは足すと4ですから、4のグループのカードなんですけども、えー、まあね、もうあと2日で31日いい終わりですけども、えー、もう一度ここをちょっと 注意し、注目しましょうということですね。31、継続。続けられることは全て才能。続ける、続けられることが当たり前だなんて思っていませんかどんな些細なことでもあっても続けられること、それ自体が才能です。これからもっと意識的に続けてみましょう。どうせ続けるのなら、どうやったら楽しく続けられるのか、よりワクワクできるのかを考え工夫してみましょう。 続けることが楽しくなればまさに鬼に金棒。楽しく継続することでそこから生み出された作品は周りの人をさらに楽しませるようになるでしょう。なるほど。ね、まあ道が続いてる前なんですけども。確かにね。あの、まあ、僕もこの動画もですね、気づけば多分もう動画やり始めて、 10年近くなるかなまだそこまでいかないかなあの、結構たくさん <laughs> 動画出してきましたね。えー、まあ、それで言えば僕はやっぱりこう、一番長く続いてるのは書くっていうことですよね。まあ、本ももう100冊近くになりますし、えー、まあ、メルマガだったり、まあ、以前はね、ブログだったりするんですけども、まあ、ほぼ毎日書いてた。 あのもですね、もう、えー、ブログ始めてからも、もう、まるっと20年、えー、ですし、メルマガなんかだったらもっと古いですね、もう二十何年以上、こう、ずっと続けてるわけですから、もう一度そこにこう、帰っていきましょう。実はそこに、あなたの豊かさポイントがありますよということを、このカードは教えてくださってるんじゃないかな、というふうに思います。ね、続けることっていうのは、えー、当たり前じゃないですよ。続けられることっていうのは、 決して、えー、普通のことではありませんよっていうことをですね、このカードは教えてくれてる。多分皆さんもきっとあるはずです。皆さんがずっと続けていること、続けられていることは何でしょうっていうことをですね、えー、例えばお仕事なんかもそうかもしれませんけども、お仕事もですね、もしお仕事がずっと同じ仕事を続けているような方がいらっしゃったら、その中でどの分野が、 ね、お仕事でもいろんな多分分野があると思います。いろんな役割があると思いますけどその役割分野の中で、これはずっとそういえばなんかずっと続けてるなーっていうようなことに、実は才能があって、それがあなたの豊かさの源、源泉になってるんだっていうことをですね、もう一度思い出してみましょうということですね。で、そこが実は今年の豊かさポイントにめちゃくちゃつながるよっていうことを、このカードは伝えてくれているのかなーと。 いうふうに思います。そこにあなたのちゃんと道がつながってますよというカードですから。なるほど。ね。なんか、どうしてもこう大きく変わっていくときなんで、なんか新しいことしないといけないっていうふうに皆さん思われている方も多いと思いますけれども、確かに新しい場所とか、新しいことにチャレンジするのもすごくいいんですよ。でも、その根底にある部分っていうのは、実はちゃんともう皆さんの中にすでに答えがあるっていうか、 うんもう正解があるっていうか、もうその才能が眠ってる。ただ、それに皆さんが気づいてないだけ。こんなことにおいて豊かになるなんて、こんなこと当たり前でしょと、誰でもできるでしょと思ってることが、いやいやいや、実はそこに豊かさの源泉が、豊かさポイントがあるんですよということを思い出してください。 そこを見逃さないでくださいっていう、まあそういうカードのメッセージかなというふうに、まあ僕はこのカードを見て感じました。まあ皆さんどういうふうに感じていただいたかわかりませんけども、ね、こういうふうにしてこう自分をちょっと客観的に見てみるとか、このカードを通して自分の内側と対話するとかね、宇宙とつながっていくっていうのはすごくいいアプローチの一つだと僕は思いますので、まあよ,よろしければね、まあ あの、もちろん僕のカードだけじゃなくていいですよ。いろんなカード出てますけども、まあその数日とカードを合わせたこの、 バース、ヨラクルカード。これもおかげさまで本当にベストセラーで、ロングセラーになってますんで、えー、よかったらまあこういうものを使いながらね、自分の内側とさらに繋がっていただければというふうに思います。ということで、えー、新しい月、えー、実質2 0 2 0年のスタートである2月以降、えー、皆さんにとって、私たちにとって必要なメッセージは何でしょうということで、31。 継続というカードが出ました。はい。続けられることは全て才能です。ぜひ覚えておいていただければと思います。はい。ご参考になれば幸いです。それではまた、どうも